はい、こんにちは、ビッグボーイと。ビッグママです。はい、じゃあ今回もね、ファークライ、ファークライ4、コップ。前回この、難関不落だったこの、要塞ここはね、なんだっけ、バルシャコット、なんとか陥落した。でね、ちょっと、嫌な音がするぞ。でね、バルシャコット、まあ、ノリで行って陥落できたのはいいんだけど、まだまだ、このマップ、人がマップ開いてる時に一体さ、どこでバンバン鳴らしてんだよ何。何何が起こってるの何が起こってるのまあいいや、でね、今回はとりあえずこのマップの、ベルタワー、ここのベルタワー行こう。おバカしてる。え、何が起こってるの？まあいいや。まあいいや。とりあえずヘリコプターで行こうか。あっちだ。おい。中指立てたって出てんだよ。さあ、索敵してみよう。誰かいるかな？まだ遠いな。そろそろ降ろすかな。いや、もうちょっと向こうに行ってみよう。家がある。下に。イエイ。さあ、あのベルタワーを解放しますよ。この辺でいいかな。いない？いなさそうだよ。オッケー。よいしょ。なんかここあんな？アイテム。聖書。なんだ。あ、あれ敵か。あ、なんか上からスコープで見てる。こう。待って、あれ倒せるかな？ちょっと撃ってみるわ。よろしく。あ、動いちゃった。ちょっと待って。動いちゃった。あれ、スナイパーだね。違うね。ちょっと待って、こっから狙いそう。ほいあれほいあ、見つかる狙われてるぞ。まだ見つかってない。俺も一発撃ってみよう。オッケー。あっ。おーい。お、やったナイスで、待って、敵がね、いるんだよね。カメラ構えよう。二人いる。待って、これバレずにやれそうだわ。くらえ。一人オッケー。もちろん、くらえ。はい、オッケー。やべ、リカブ棒強い。もういないか。もうちょっと遠くぐるっと回ってみよう、左から。よっと、トイレクゲット。うん、クリアだ、ね。あ、いないね。クリア！うるさ。残っていこうか。いて！え、ヘビ！え、ヘビ！待って、間違った。あれ、ハーク切ってた、今。え、なんか、めっちゃダメージ食らってんだけど、何？間違ってハーク切ってた。毒かなんか。そんなダメージあんの？いや、今ね、多分ね、間違って俺がハークを切ってたせいだわ。あ、そんなある。これ、上登っていけばいいのか、ここ。そうじゃね。おい。こっちか。ん？あれ？あ、あそこ壁あるのか。ああ。あ、違う。ん？どこだ？これか？あった。この箱どかして。あ。
OK、ちょっと箱がすごく邪魔くさい。箱が、よし。わっしょい。で、こっち。さあ、もう夜ですよ。早いな。はい、OK、じゃあ。鬱陶しい放送を止める。はい、オッケー。さあ、何を発見するかな。ビバードの自動車修理場メンテナンス見捨てられた池。ライカの家誰はい。で、また武器が交易所で無料になったと。はい、じゃあまあ、マップ見てみようか。でね、まあ、マップが解放されたのはいいんだけど、まだまだこの辺、敵の基地があって、まだ治安が悪いというわけですよ。なので、まあ、そうだね。ここ、ここはなんて名前だ？キラティテラス。難易度はイージーだけど、まあ前回同様また素晴らしいステルスプレイを繰り広げ、ここを確保しに行こうかな。と思います。で、ちょっとスキル割り振ろうかな。1ポイントか。俺らステルスやばいから一瞬で終われば、うん。相当やばいよ。やばい、どっちの意味でやばいかわかんないけど、相当やばいと思う。さて、じゃあとりあえず、スキル取っといて、じゃあ向こう方面にこのジップラインで、ぴょんと。あ、なんかいる。なんだこれ。なんか、神。神。いただき。間違って撃っちゃった。チベット狼の皮。目的地はあっち？なんか乗り物あるかな、近くに。あのヘリないね。じゃあ、それ乗ってこう。オッケー。よいしょっと。このバギーね、かなり馬力強いからね。この世界の。お前のキャラクター、ルパンみたいなもみあげしてんだけど。小栗旬か。じゃあ。あれ、誰かいる？なんかいるな。まあいいや、まだちょっとこの辺治安が悪いからね、早く我々の素晴らしいステルスプレイで治安を完璧にしていこうかと。せやな。あれ、待って、これ大丈夫か、大丈夫か。ダーク、おーい、死ぬぞ。そうや。GTA のごとく行ってもいけるかと思った。そんな、お前ファークレーでこんなになると思ってなかったな。あれ、待って、これもジップラインじゃないの。下降りよう。なんかめっちゃ下に動物いる。よいしょっと。あれ、ここってもしかして自動車修理所だった。どうする、案外近かったっていう。でも自動車には乗れないというね。なんかアイテム落ちてるな。え、これ乗れないのか。乗れなさそうだな。あれ、こっちは乗れんじゃないの。あ、こっちは乗れるわ。乗れんのかい。おんぼろ。勝手に盗んじゃう感じね、修理場のもの。よし、ありがとう、修理場。わ、なんか凶暴な動物がいる。くそ、引けなかった。下手くそかよ。さあ、近づいてまいりました。止めましょう。さあね、また素晴らしいステルスプレイをね、皆様にお見せできればと。さあ、とりあえず索敵をしましょう。結構いんな。結構いるね。建物の中にもいるな。ああ。でもそんなもんか。そんなもんか。あ、ゾウさんがいる。ここにいる。これ、餌でいけんじゃね？え、餌だいぶ向こうに投げないとダメじゃないか、これ。とりあえずね、もう索敵はじっくりやっていこう。もうちょっと近づいてもいけそうな、これ。結構開けてるじゃん。開けてるね。
スナイパーとかはいなさそうだけど、今。そうやね。全部雑魚的だね。まあ、イージーだし。いや、ほんと、前回のが難しすぎるんだよ。とな。だってなんかすんげえのいたもん。でっけえの。うん、すんげえ重装備のやつ。リゴリの LMG。あれ、パオンとか言ってるけど、襲っては来ないね。ん？あれ？なんか動き出したぞ。あ、襲ってこない。さあ、まだ敵はいるかな？ちょっと俺、裏の方見るわ。OK。ちょもうちょっと接近できそうだな。見なさそうだな、もう。OK。向こうにもゾウさんがいるな。ちょっと、あの建物の中にいる敵やっちゃおうかな。建物の中の敵やって餌投げればなんかいけそうな気がするんだよな。まあ、あの建物のやつやるわ。よろしく。やった。で、餌投げるわ。よろしく。どうだ。あ、トラガが。あ、トラがいる。あ、襲われてる。めっちゃ襲われてる。で、これに乗じて、待って、もう一回餌投げて、これに乗じて弓でどんどん撃ってみようかな。まあ、俺も裏取ったから。待って、あっちに敵いたし。動かないで。動かないで。待って、投げナイフだな、ここは。あ、離れていったか。よいしょ。もう一人。よいしょ。二人オッケー。よーし、完璧じゃん。オッケー、検知なし。完璧じゃん。こういうことよね。こういうことだ、こういうことだよ、ステルスってのは。これまでの状態だと我々のステルスの解釈がなんか皆さんとずれてるようなね。行動しか。一緒だから。正しいステルスってのはこういう誰にも気づかれずに敵を倒すということで。やったぜ。オッケー。余裕だったな。とりあえずこの辺の治安は改善された。よし。んで、この辺はまあ、はい、治安が良くなりました。じゃあどうしようか。バルシャコットの付近にまだもう一つある。ん？これなん？これ基地じゃないかな。警報器ぶっ壊していいの？警報器任せる。やそう。もう一つセブントレジャーアシュラム、ここの付近にもう一つあるんだよね。ここをじゃあ取りに行こうか今度。アイテムあるな。缶詰、ショットガン用弾薬。この建物になんかないのか。ないで。キラットロイヤルズ。ないな。ポケベルとか。何時代で。そこまで古くもないけどね。めっちゃ弾持てんの最高だな。よし、じゃあ。このブリヂストンで行こうか。お前ブリヂストンで大変だろ。よし。あ、ちょっと商人いるから。あ、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、危ない。危ねえよ。危ねえ。ごめんなさい、ちょっと弾が欲しいだけなんです。光りかけたのに、友よとか言ってくれるんだな。いいやつだな。大変呼吸。で、ハンドガンのね、M7712。が無料になったけど、これってちょっと装備してみようかな。サプレッサーかなんかつけれないのかな。スコープだけじゃダメだな。まあいいや。ありがとうございました。あ、待って、ヤモください。はい、オッケー。撃つな、商人が怯えるだろ。撃て撃て。ダメージあんの？ね、
え、いや、なかった。ゾウさんもいるぞ。ゾウさんってなんかね、やり方がよくわかんないけどね、乗れるらしいんだよね。おう。さあ、ちょっと近くになってきてるから、こっちの方から行ってみようか。大して変わらない。うん、変わんなかった。おーい。次も完全ステルスでいこうか。完全ステルスでいこうか。この前の前回の動画、俺らのやつが開花したからね、ステルス。マジで。さあ、ここですよ。ちょっと索敵。あ、もうだいぶ近いわ。索敵しよう、ちゃんと。めちゃめちゃ近い。怖っ。もうちょい上行った方がよくね。この辺、この辺。そうだね。あ、なんか上にいんな。全然スポットできねえ。あそこにもいる。あ、なんか硬い敵そうだな。敵臭いな、あれ。待って、この家の中にいないかちょっと見てみるわ。見たらやっちゃうわ。うん、あ、いないね。オッケー。これ案外少なくね？かな？なんかバカみたいになんか叩いてる敵もいるし。屋根の上に敵が一人。そうやね。あそこにも一人いる。なんか動物の声がするってことは、檻の中に動物がなんか捕まえてんのかも。檻どこにある？待って、あそこにも敵。待って、じゃあさ、檻壊して、そこの中の動物を暴れさせるっていうやり方もできるので。それする？じゃあ、俺の前のやつぶっ殺す。待って。あ、あれか。ちょっと待って。待って、じゃあ、撃つわ。ああ。ほっ。オッケー。で、この虎の、鍵はどれだ？この檻の鍵が見えないな。この辺撃てばいいかな。違うな。なんか、あ、出た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 。虎出た。わぁ、強い虎。待って、じゃあ混乱に乗じて、やれそうな敵やってみようかな。あ、いや。あ、見つかりそうだな。あ、虎、死んだわ。オッケー、やった一人。じゃあ、ちょっとずつ接近して、じゃあ、あそこの、あ、行っちゃった。いや、やれるか。オッケー、やった。オッケー、やった。あと一体か。かな？はっ。もういいか。完璧だな。検知なし、セブントレジャーシュラム、基地を各解放。いつからこんな上手くなった俺。オッケー。もうこれ弓ゲーなの。あ、違う。ん？何？弓ゲーなの、これって。いやー、一応、めっちゃ書類がある、タバコがある。あのファークライ3の時はね、あの初めの方からサプレッサーのハンドガンが使えたから。ああ、弓は全く使ってなかったね。あ、そうか、虎がいるのか。これ虎の皮いただこうかな。虎け、あ、餌しかもらえなかった。お、なんか、ポスターあるじゃん。剥がしとこう。オッケー。さあ、この辺の地点も解放された。じゃあね、霧もいいことだし、じゃあ、ちょっと短めだけど、今回拠点2つを完全ステルス。これが完全ステルス。そうやな。で、まあ、取ったので、まあ次回もね。どんどん、まあ、シングルプレイが死ぬほど楽になるレベルで、このマップ、ベルターも解放して、基地も解放していきたいと思います。はい、あれ？敵だ！あ、違う、これ味方！バカ野郎。こういう時の敵だ。こういうことだよ。あれ、待って、あの、味方撃っちゃったから、裏切ったことになってるかな。おー、逃げるぞ逃げるぞ逃げるぞじゃあ今回はここまでで。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。